です。さあ、6メンバーが登場してまいりました。今日はひときわファンの声援も大きくなってますね。大きいですね、うん、もうかなり序盤から声援飛んでたんですけれども。そうですよね。この10レースは展示構想の時もかなり声が上がってましたよね。そうですね、こちらにも届くくらいの声援が聞こえておりました。さあ、そんな中ここはもう地元で負けられない。今年はボートレース福岡で真夏の決戦、プレミアム G1 第38回レディースチャンピオン、いよいよ準優勝戦です。1号艇は福岡の渡辺由美、2号艇東京の藤原夏樹、3号艇静岡の長島真希、4号艇静岡の三浦恵里、5号艇香川の山川美雪、6号艇福岡の川野芽衣です。並びは枠成です。1号艇は渡辺由美です。福岡では負けられない、自身を鼓舞するように公言してきました渡辺が準優白い勝負服、最初の準優勝戦陰線です。2コース2号艇の藤原夏樹、トーチは今年4月のビンナシリーズを制しました。センターには静岡同期コンビ、3コースに3号艇の長島真希です。そして4号艇は三浦恵里、連続優出を8に伸ばすか角戦です。5コース5号艇の山川美雪、今大会は V4 の実績。6コース6号艇の川野芽衣、2015年ここでクイーンズクライマックスを制しました地元の川野。最初の準優勝戦、枠内進入体系3対3です。コースは内から1番、2番、3番、4番、5番、6番。スタートしました。6点差ほど差はありませんが、1号艇の渡辺バチッとスタートを決めた後は4号艇の三浦、1周の1マークは1号艇の渡辺インから待って、2号艇の藤原が差しを狙う、続いて3号艇の長島が外を待ったが堂々押し切った、1号艇の渡辺由美が先頭リードとなりました。2番手2号艇の藤原の外に3号艇の長島が並んでいます。スタートは前提正常でした。まずは1号艇の渡辺由美がトップで旋回する、4号艇の三浦がやってきて差したのが2号艇の藤原、外にとった3号艇の長島、2番手接戦はまだ続く、2号艇の藤原、そして3号艇の長島、2番と3番、さあここは2番手大注目でレースは2周目。先頭はセーフティーリード、1号艇の渡辺由美がまずは2周1枠、さあ2番手争いは2号艇の藤原の外を行きます、3号艇の長島、これは少し膨れた、2番手リードは2号艇の藤原夏樹です。3番手が3号艇の長島真希で、上体系が1番、2番、3番です。2周の2番手、先頭1号艇地元渡辺由美がターンします。2番手2号艇の藤原夏樹、3番手3号艇の長島真希です。ホームストレッチ上体系1番、3番手これより最終周回です。4番手以降は4号艇三浦恵里、6号艇川野芽衣、5号艇山川美雪と追走です。逃げを決めて寄せ付けませんでした。先頭は1号艇の渡辺由美、そして2番手は長島を振り切った2号艇の藤原夏樹、3番手が3号艇の長島真希で、体型は1番、2番、3番、1、2、3、3連単持つ 6.2 倍です。最初の準優勝戦、大本命の決着となりそうで、優出1番乗りは地元の渡辺由美です。そして2番手2号艇の藤原夏樹は G1 初優出が見えてきました。3番手3号艇の長島真希です。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、6番5番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。プレミアム G1 第38回レディースチャンピオン10レース準優勝戦1つ目、勝ちましたのは地元福岡の渡辺由美選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、トップスタートから逃げまして優出1番乗り決めましたが、いかがですか。はい、嬉しいです。はい、そんな渡辺選手にはペラリちゃんプレゼントということになります。はいはい、ありがとうございます。3つ目ですね。はい、はい、どうぞお持ち帰りください。ありがとうございます。それではレース映像を見ながら振り返っていきたいと思います。進入は枠なりの3対3、渡辺選手は1コースからの進入で、ここスタートタイミングはコンマ1台前半、1、3あたりのトップスタートでした。はい、はい、ご自身ではこのスタートいかがだったんでしょうか。ちょっとナッキーとのスタート合戦になってました。あ、そうなんですね。はい、さあ、そしてね、もう1マークはもう
圧巻の逃げを決めたわけなんですけれども、はい、今日のこのターン回りというのは仕上がり具合いかがですか？全部の足が良くなりました。そうですか、はい、ここね部品交換が出ていたんですが、はい、それが良かったんですか？そういうのも含めて一番いい状態でいけたと思います、うん、今日はその本体整備以外にはどんな調整で挑まれて？プロペラです。プロペラですか、はい、そのプロペラもしっかりと思い通りの調整ができた。そうですね、はい、うん、プロペラはもうこれでいいって思える感覚だったので、うん、はい、あとはもう気持ち次第ですね。そうですか、はい、では改めて伺いたいと思いますが、この75号機、はい、現状モーター船足の評価教えてください。自分の中ではすごく今の状態が仕上がっていると思ったんで、タイムもしっかり出てましたし、これなら優勝戦でも戦えると思います、はい、では明日に向けての調整はどんなこと考えられてますか？まだ考えてないので明日になって考えます、はい、しっかりまずは寝るということですね、はいはい、さあこれでねレディースチャンピオンは10年連続出場で、昨年に続いて連続優出ということになりました、はい、それでは最後にファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、明日一日も一緒に楽しんでもらえるように精一杯頑張ります。応援してください。それではカメラサインもお願いいたします、はい、いやまずはね地元の選手が一番乗りで決めてくださいました。はい、それではワンポーズもお願いいたします、はい、はい、渡辺選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。渡辺由美選手のウィナーインタビューご覧いただきました。10レース1つ目の準優勝戦競争成績です。1着1番渡辺由美、2着2番藤原夏希、3着3番長島。